谷が欠場したら観客帰る。28日に予定されていた試合が悪天候のため中止になり、29日にダブルヘッダーが組み込まれたドジャース。日本では考えられないが、第1試合が異例の4時開始で、29日のチケットを持っている人は2試合とも見ることができたという。しかし第1試合終了後に異変が起こった。球場外には仕事を終えて見に来たファンと帰路に着くファンが入り混ざっていた。それもそのはず、大谷翔平がダブルヘッダー第2戦のスタメンから外れたのだ。前の試合で走塁中に足の痛みを訴えた大谷翔平は、今季ワーストの41打数ノーアーチとなり、第2試合を休養してリフレッシュとなったようだ。ロバーツ監督は、翔平は 100% に近づいている、療養中じゃない、明日は先発するし心配はしていない、ちゃんと管理しているだけだと説明した。日本人としては毎試合出てほしいけど、ドジャースは独走するだろうから、ポストシーズン見据えて適度に休養してほしい。エンゼルス時代の獅子奮迅の活躍はすごかったけど、確実にオーバーワークだったと思う。選手は見るけど試合は見ないってことか。大谷はアメリカではそんなに知名度ないって言われていたけど、結局人気なんだな。大谷さんは単なる疲れか、足の怪我によるものか、精神面の疲れか。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメント待ってます。